どうも、作者です。ハッピーホリデー。12月テーマは定番のクリスマスってことで、去年のソニックピットを参考に、グリーティングカード風に仕立ててみたかった。テキスト配置して位置調整。下書きを変えていく。ソニックの体が割と難しい。文字に縁取り。テールス入れたかったけどこれはボツに。紙質ペンで線画。今回はクレヨンアートにしてみようと。ちょくちょく止まってんのは多分動画がおかしい。それか編集してる作者が見てるやつがおかしいか。ソニックの靴の底の灰色部分書くのめんどくさいけど割と重要らしいよ。ソースは忘れたけどな。ソニックの針のバランスたまにおかしくなる。文字はトレス。飾りのくさくさはペンで書いてから線画取る。他の飾りも書いていく。レッドスターリングや普通のリングやカオスエメラルド。カオスエメラルド書くの難しいんだわこれが。ってことでアイビスの素材をトレス。線画の色変えて塗っていく。肌色つけてから白で伸ばすといい感じになる。そんでそれを他の色でも繰り返していく。割と違和感、塗る面積広いからねー。線画の青が混ざってもう大変やったでこれは。白部分灰色入れすぎた感。ふさふさはどうしようかわかんなかった。ここら辺で電飾入れるの忘れたことに気づくがもう遅いのでこのまま強行。文字はわかりやすく。背景は迷った。シンプルな雪景色と夜空にした。白塗るの忘れてた。ハイライト書いて。線画の調節して。雪とか白い吐息とか。色調整して。サイン書いて。出来上がり。いかがですか？
自分で書いたことのない画風で作者びっくり。次は1月ですが元旦に投稿は多分できませんね。結果で次第動画作るのでね。ということで皆さん、良いお年を。ご視聴ありがとうございました。